こんにちは平井弘明です今回の動画はですね算数をちょっとやっていきたいと思いますやっぱり足し算っていうのはスコア書くこととかでもですねすごい大切なこと OB はプラスいくつバーディーはマイナスいくつとか色々あると思いますのでその算数について今回はですね取っていきたいと思いますちょっとタイトルコール僕あ今回はやります平井弘明のワンナップ算数よろしくお願いいたします父親に ちっちゃい頃言われたのが300ヤード飛んでも30センチのパターンも1打は1打だってよく言われたことあるんですけど確かにそうなんですよそうなんですけどでも飛ばしって魅力ですよねでパタって地味なイメージありますよねそうだから練習量がドライバーとかショットの方が圧倒的に多いゴルファーが多いと思うんですでもやっぱりプロゴルファーってよくパッドイズマネーとか言いますよね パターがお金を生むとそれぐらいパターは大切だよと言うんですけどもそれぐらいやっぱりパタのの練習量っていいうのが結構多いんですよ例えば72パープレーでコースを回ったとしたらトータル72の中でパター数って全部2パットだったら36パターでショットが36なんですよ。ってことは。 同じ数ショットとパター打ってるってことは単純計算練習量はショットとパター同じがいいんですよ。1時間ショット練習するんだったらパターも1時間やるべき。そんな感じなんですね。だ本当にレギュラリティから回って飛ぶ方でしたらミドルホールワンオンするホールなんかも結構あると思うんですよ。で、たとえミドルでワンオンして3パットしてもパーですよね。 で、すごい飛ばない人が、例えば400ヤードだったら、ドライバー200ヤード。で、セカンド200ヤード残って、ドライバーで200ヤードなんで、届きませんでした。50ヤード残ったとしたら、50ヤード寄せて、で、ワンパットだったら同じパー。要は1、1たす3でも4。3たす1でも4。もちろん。なので、飛ばすからといって、スコアがいいとは限らないですよね。ただ、 もちろん飛ばしにはグリーン近くまで行くメリット。要は無理ができるんですよね、セカンドショットの。なんでそれが一番魅力なんですけども。ちなみに自分の父親が66歳でレギュラーのクラブチャンピオンを取った時に、決勝戦の相手が300ヤード近く飛ぶ方だったんですよ。で、自分の父なんかは220ヤードぐらいしか飛ばないんです。それでも323633とかで回ったんですよ。自分の父親が。66歳でフルバックから、 3, 2, 3, 6, 3, 3って結構すごいですよね4アンダーイーブン3アンダーで回ってるんで1.5で7アンダーぐらいで回ってるんですよ66歳が。それぐらい自分の中はなんかパターが得意だったんでドライバーウッドで打ってでパターでしのぐっていう感じのことをやってたんですけどもやっぱりそれぐらいパターってすごい大切なんですよね。なんで本当に飛ばしとか ドライバーのショットに対してはすごくいろいろ勉強されたりとかですね理解を持たれている方って多いと思うんですが意外とアプローチパターショートゲームに関して詳しい理論を持っている方って結構少ないと思うんですよねそれなりに勉強されている方も,もちろんいらっしゃるんですけどもその中でもショットとショートゲームどっちが多いって言ったらやっぱりショットの方が理論を持たれている方多いと思うんです でも本当にコース行った時に大切なのってやっぱり仕上げなんですよね。アプローチパターというのがすごく大切になるゲームなんですよ。なのでアプローチとパターをすごい練習量やるだけで全然スコアっていうのは変わってくるのでそのショットもちろん大切なんですがそれよりも上回るショートゲームの練習をしていただくだけで全然変わってくると思います。 その練習を普段から取り入れていただいた方がいいと思うんですよねちなみに僕は本当に2 0 1 2 3年ぐらいからショットとパッター大体いい同じ量ぐらいに増やしてショートゲームを増やして練習してましたなので結構パターとアプローチは自分なりに,になっちゃいますけど自信はありました勝負どころもいろいろ決めたなっていう 記憶もありますしなのでこれぐらいやったからきっと大丈夫だろうっていう自分への安心にもなると思うので練習量をですねちょっと変えてですねショットの練習量を少しでも減らしてもいいと思うんでショートゲームに費やす時間をちょっと増やしていただけたらと思いますでは今回はですねパターショートゲームに対してのお話をさせていただきました。最後ままでごご視聴ありがとうございます